はい、どうも内田明です。よろしくお願いします。今回は洋食の定番オムライス。オムライスって言ったらやっぱりこう開くやつと、包むやつと2種類ありますが、今回はね、包んであるオムライス、360度包んであるですね、やっていきたいなって思います。でね、そうなるとどうしても巻くのがね難しいですよね。で、ネットでは簡単な巻き方とかすごい出てるんですけども、やっぱりこう料理をやってる人ならトントンってやっていきたいですよね。で、今回じゃあそのフライパンを使って卵をね包んでいくやり方を伝授していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではね、そもそもなぜフライパンをトントンすると卵が巻かれていくのかっていうことについて説明していきますね。はい、こちら卵に見立てた綺麗な布巾ですね。はい、この布巾を敷きます。はい、これ今卵が敷かれている状態です。こちらをフライパンをだいたい15度ぐらいに傾けて手首の方をトントンしていきます。すると卵がこう端っこがね出てきますので、こちらを箸で内側に折り込みます。はい、そしたらまた引き続き叩きます。で、折り込みます。で、また叩きます。折り込みます。折り込みます。叩きます。折り込みます。この繰り返しでどん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 卵が巻かれていくという仕組みになっております。はい、それでは早速やっていきましょう。まず最初玉ねぎですね。今回は1人前なんで半分ぐらいでやっていきます。まずこちらの玉ねぎをみじん切りですね。そうしましたらフライパンに火をつけて、ガンガンね強火で大丈夫です。そしたらね、フライパンにバターだいたい 10g ぐらい、この時ね、バターを焦がさないように注意してください。ちょっとね、火から時々遠ざけながら、はい、バター全部溶けてなくてもこんぐらいでいいんで、そしたらね、みじん切りした玉ねぎを入れていきます。はい、で、こちらを大体飴色になるぐらいまで炒めていきます。で、その際なんですが、ちょっと塩をね、一つまみほど入れると、短時間でね、飴色の玉ねぎが出来上がりますので。多少焦げても問題ないんで、火はもうガンガン強火でやっちゃってください。でね、ちょっとね、焦げそうだなって思ったら、少しね、お水なんかを加えてやってあげると、焦げにくくね、簡単に早く仕上がると思います。このぐらいかな。さっきちょっと飴色って言ったんですけど、きつね色ぐらいで止めときましょう。はい、そうしましたらそこにベーコン、ご家庭に中華鍋ね、ないよって人も多いと思うんですけど、すごい使いやすいですね。やっぱミックスベジタブルなんかね、はい、今回入れちゃいましょう。だいたいこのぐらいですね。このぐらい、ま、になるまで炒めたら、出ました、ケチャップ。ケチャップライスといったらね、これがないと始まりませんよね。あ、ちなみに具は何でもいいです。鶏肉を使おうが、ハムを使おうが、ベーコンを使おうが、何でもいいです。はい、ではこれを酸味が飛ぶまでね、軽く炒めていきたいと思います。まあ、よくね、こうナポリタンとかチキンライスを作るときにね、ケチャップの酸味が飛ぶまでってよく使う表現だと思うんですけど、ケチャップの酸味が飛ぶまでって一体どんななのっていう疑問ありますよね。湯気の匂いを嗅いで、鼻にツンとくるような匂いがしなくなったら OK です。このぐらい。そしたらここにご飯切りながら混ぜていきます。このぐらい混ざったら黒胡椒適量、コンソメ大体小さじ1ぐらい。はい、では火にかけていきます。そしたらここに白ワインですね。このぐらい。
はい、これでケチャップライスの完成です。そうしましたら卵で包んでいく作業に入ります。今回使うのがこう M 卵3つ、はい、で前回の動画でもやったんですがレモン汁ですね、2、3滴、そうしましたらね、早速卵でケチャップライスの方を巻いていきたいと思います。バター約 10g、 卵で線ができるぐらいでベストですね。ではいきます。外側をね、内側に入れていく感じで、はい、このぐらいでいいでしょう。やっぱり理想はね、外側がしっかりしてて中がふわふわの状態なんでね。はい、いきまーす。ちょっとご飯の量が多いかな。まあでもちょっと頑張って巻いていきます。叩いてフライパンから剥がします。そしたら巻いていきます。はい、出ました。この状態です。そしたら内側に入れます。ごめんなさい、ちょっとね、ご飯の量的にね、360度は厳しくて、これぐらいが限界かなって思いますので、これをお皿の方に盛り付けていきたいと思います。90度直角をフライパンとお皿で作るようにして、1、2、3、よいしょ。はい、どうでしょう。360度までとはいかないにしても、すごい薄くまで、これ頑張って包もうとした証ですね。お米が薄くちょっと透けてますね。はい、まあこんな感じで、あとはね盛り付けていくだけです。はい、完成です。はい、それでは早速食べていきましょう。はい、完成しました。イエーイ。はい、こちらね、昔ながらの包み込むタイプのオムライスということでね、すごい味付けは非常にシンプルとなっております。塩と胡椒とコンソメ、それだけですね。あとはケチャップですね。それでは早速食べていきましょう。いただきます。うん、美味しい。はい、完食です。ごちそうさまでした。はい、本日はねオムライスということでね、いやー美味しかった。いいですよね、洋食の定番って感じで。でもね、こうちょっと一工夫、コンソメと白ワイン、動物の味とフルーティーな果実の味がね加わって、すごい美味しくできたんじゃないかなって思います。ケチャップライスの材料とかももう家にあるものでいいと思うんで、味付けだけね、塩と胡椒、あればコンソメ、あれば白ワイン、この4つ、縦4つだけでできちゃうんでね、ぜひお家で試してみてください。はい、今回の動画がいいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。これからもね、季節もの、そして定番メニュー、その他他にもいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。以上、内田彰でした。バイバイ。